キンプリヒラの使用感動の花火で伝えた最後のメッセージ。ファンからの感謝と未来への祝福が溢れる。キングプリンスへの冠番組、キングプリンスル。が感動的な2時間 SP として5月20日に放送され、その最終回を迎えました。この番組は初のゴールデンタイムスペシャルとして注目を浴び。 特に平野紫耀、神宮寺勇太、騎士雄太の3人にとっては別れの時でもありました。彼らがグループからの脱退を決めたことから、最終回では感動的なエピソードが織り混ぜられ、ファンに別れのメッセージが送られました。冠番組の感動的な最終回、キングプリンスル。 の最終回は平野市、洋人宮寺ゆうた、岸ゆうたの3人がグループを脱退する前に最後の5人旅として新潟県への1泊2日の旅に挑戦する内容でした。この旅では、大自然のサウナや水上相撲、レア食材を使ったオリジナルピザ作りなど、メンバーたちが楽しい経験を積みました。 そして、最後には、キングプリンス・ド・カー・ツダー、花火大会を開催することになりました。実はこの花火大会には、平野塩と神宮寺ユー太が2週間前に花火会社を訪れ、上空で広がる巨大花火や、王冠とルの形を描いた花火を仕込んでいたのです。この花火が最後のメッセージとして使用されました。 メンバーの思いが込められた花火メッセージ。花火大会の前に、メンバーカラーの花火玉には、それぞれ直筆でメッセージが書かれました。神宮寺雄太は、綺麗なご色になりますように、と書き、その背後には、これはもうシンプルに綺麗なご色になってほしいっていうのと、色褪せないなと思って、ずっと、それを夜空に見て、記憶に残したい、という思いが込められていました。 平野の仕様のメッセージは、5人の関係は花火のよう散りません、というものでした。彼は、どんなにすごい花火でも一瞬で終わるけど、思い出せるよね、って、と説明し、高橋山は、みんなで最高な人生にすると記しました。長瀬角のメッセージは、忘れな、で、このメッセージにはメンバーからの困惑の声が上がりました。長瀬はいろんな意味を込めすぎて、 この光景を忘れたくないから、忘れない、って書こうと思ったんだけど、ちょっと照れがあるというか、なで止めるおしゃれです、と主張しました。一方、岸優ユタは長瀬のメッセージを上回る、とどろき、という言葉を選びました。神宮寺、平野、高橋からは、そういうの、ボケ、いらないって、と苦笑いされていましたが騎士は聞いて、とにかく皆さんにとどろいてほしい。 驚くどころじゃない、驚いてほしい。そして驚きたい。驚くを超えて驚きたい、と必死にアピールしました。花火大会の感動的瞬間。そして、花火大会本番になり、平野市洋と神宮寺勇太が作った大玉の花火は無事に花開き、王冠とるの花火は特定の角度から見るときちんと形が浮かび上がりました。 この瞬間、メンバーたちは感動の涙を流しました。高橋山は、これ見れて、生きててよかった、と、感慨深げに語り、岸優太も、正直、涙が、ちょちょぎれそうになった、と明かしつつ、命かけて一生忘れない、墓場まで持って帰ります、と、独特のワードチョイスで、自身の感情を表現しました。ファンからの感動の声、 この感動的な最終回の放送に対してファンからは感謝の声がネット上に寄せられました。ファンも一生忘れない彼らがずっと仲良しでいられますようにキンプリとティアラの関係もそう簡単に花火のように散りません今まで本当にありがとうといったコメントが共感と感動を伝える形で広がりました。キングプリンスへの冠番組キングプリンスル の感動的な最終回ではメンバーそれぞれが花火に思いを込め感動の涙とともに5人の絆を示しました。ファンからは感謝とともに彼らの未来への祝福の声が寄せられました。彼らのこれからの活動にも期待が寄せられています。